悪いですよ。だからといって俺が持って帰るのもまた違うしな。ハゲちゃんマン、今サヌさんおらんって言ったやろ。しばぐろお前、調子乗って。今日は女おらんのか、貧乏人が。ごめんやで。おらんねん、今日は。そんな言い方ある？みんなめっちゃちょっと言葉きついね、佐野さん。まあうちいつもそうだよ、みんな俺だべ。俺はもう慣れてるから。ようせやけど、これうるせえぞ、じじい、じゃがしゃよ、これってなってまうけど、俺、うん、みんなはねちゃんとできてんねや。だからそんなのはさ、もうああ、また来たなって思うぐらい。じゃあ他にいねえのかなって、そのなんていうの、叩ける配信者が、うん、声がうるせえな。ごめんごめん、黙っとくわ。もう黙っとくよ、佐野さん帰ってきたから。ごめんな、うるせえからうるせえ言っとんじゃん。ちょっとこいつだけ録音しようか。だってこんなの、だって新人だから、うちの放送では。うん。なんか、ね、ずっと張り付いてるわけでもねえし。はいはい、ごめんな。うるさい、俺がごめんやで。ダメだよ、みんなそんなカリカリしちゃ。ね。だってそんなこと言ったら、俺のこといつも行儀悪いって言ってるみんながさ、自分たちも行儀悪くなっちゃってんや。言えなくなっちゃうで、自分たちが行儀良くしねえと。関西弁不在だけはやめてくれや。それはもう、それはもうしゃあないぞ。俺しゃあないやろ。いや、ちょっと関西弁言ってくれたね、ありがとう。なあおら、なあおら。はい、佐野さん帰ってきたから、佐野さんと喋って。え？そんなことねえよ。何、相手してくれてたの？じゃあ俺がちょっとコメント、あの、イラついて、みんな、急にイラついてきたから。だって彼らはさ、どこの誰だかもうわかんねえし。で、まあ、知りたくもないっていうか、知る必要もねえかな、みたいな。まあでも一リスナーやからね、佐野さんの。佐野さんのミステリーが大好きでみんな聞きに来てるわけやから。いや、まあ、違うね。俺もそんな感じとるやん。のうのうと生きてる俺がムカつくらしいよ。なんでよ。だから佐野の人生は、ダメ人生にしとかねえとダメだ、みたいな。あのね、それは。で、俺が逆に、そうだよ、俺ダメ人生だって、ネガティブ言うと、もっと怒るんだから。おめえそんなんだからダメなんだよ。そこに乗っかるなと。うん。まあでも、佐野さんはあれやと思うよ。結局のとこは愛されキャラやねん。どうかな。愛されキャラ、ほんまに。じいじさんは配信者じゃないんですか？たまにやるときあるみたいだけど、
ほとんどやんねえよ。やんねえから、俺のことを忘れてください。俺は佐野さんの一位ファンとして。ねえ。ね。まあでもね。もうみんながね、それはもう最初が最初やからしゃあないかわからんけど、香川香川って言うけどさ。俺そうやなんか。でも彼はほら若いからさ、パワフルじゃん。アクティブじゃん。香川君。うん。何でもちゃっ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 てやるじゃん。まあそうなんかな。いや俺なんかはさ、今日めんどくせえな疲れたなとかってなるじゃん。いや俺はそれでいいと思う。ダメだよ。それがためやから。まあ、まあまあまあ。いやほんまやで。もうそれでええねんやって。だ花江ちゃんね、佐野で売名は今じゃや役立たず。花江ちゃん。それはだから一時は増えるけど残せないわけじゃん。ああ。残ればいいけど俺は別にいいよって言うわけ。うん。配信者はみんなそうやってあれするよね、結局のところ。なんでかわかんないけどね。いやそれは。まあ俺はだから。いやいいよ別にって思うけど、うん、でまして佐野さんと何かこうその時に事件でも起きればもうみんな美味しいわけよね。いや俺が一番美味しくないけどね。そうやん。だから、うん、だから一番最初の話に戻るけど、うんうん、もうそんなんやめなって言ってんの、うん、ねみんなそんな思ってるよ。だから結局のところみんなこの20日間ぐらいさんさん見れなかったけど、あパクられた時、うん、うん、まあ結局みんなそうやって思ってんねん。さんさんの配信見たいんやってみんな。どうかな、あまんねえな。ここに集まってるの全員そうやと思う。戻ってくんなよって思ってる人の方が多いんじゃないかなとか思うよ俺。蹴落とすばっかりの人やったらこんなに集まれへんと思うけどね。かな。まあ現に俺が一そういうリスナーやから。まあ小よっきーごめん、ちょっともうちょっと離れる。まあとにかくあれだよね。はい。じゃあもう帰ろう。ちょっといいよ。もうなんなのこんなコメントに。いやでも俺いつも言われる。酒飲んで俺声出たなるんですよ。いやいや別にいいんだな。多分鬱陶しいと思います。聞いてる方が鬱陶しいと思う。やっぱいい。俺は平気だよ別に。俺も声でけえって言われるから。さんさんお会いそっちです。お会いそってだって2時間飲み放題で時間まだ来てからなんかどんな経ってねえんだからよ。どうもできねえだめよこれじゃ。おいくら万円でいいですか。じゃあ2時間4000円だけど、まあ半分で時間はね。了解です。筋が500円もらってるから。ありがとうございます。ドリンクを1杯いただいたんで、はい、3500円で。ありがとうございます。いやいや、ごめんなさい、もううるさいおっさん帰ります。ありがとうございました皆さん。サンサンリスナーさん、お付き合いありがとうございます。いいよ、ちょっと待ってね。サンさん毎回それになるか。よし、お土産持って帰んねえと。ちゃんとあれ俺食わねえって。飯食わねえの知ってんじゃん。知ってるけど俺も食わねえから。あんま食わねえよね。まあ、うん、キムイからちょっと、うん、分かった分かった。で、ほんでむちゃむちゃ酷評したって。いやしないよ俺はしないよ。うん、あ、美味しいんじゃない。それでいい、それでいいし。うん、本間さんさいつも入れてくれてありがとう。いやいや、今日なんかどうでも一人やのに、うん。
まあ関係ないよ。何も消費せえへんって。いやいやいや、そんなのは俺はいつももう全然関係ないから。あのみんながやりやり、だから気になるんだよ。その例えばじじの存在でも何でも、誰だあれってやっぱなるわけ。誰だあれもあるし、うん、俺は多分あの香川君からの資格って言われてるけど、よく言われるでしょ。いや、まああんまり言われ言ってんねん。めっちゃ言うねん、周りめっちゃ言うねん。あったけえやんな。俺違うやん、うん、めっちゃ来るやん、佐野さんの方に。そうよ、だから来てくれてからありがとうって俺言ってんじゃん。俺加害かも関係ないからな。まあここで言うともしかないか。まあまあそういうの煽りたがりたが多いのよ。おるかもね。多いや。まあでもさんさん、ありがとう。こちらこそ。だからさっき言われたように、はい、シャバにいないとダメだねってことよ。あ、そう、あんたそうやと。うん、分かってる。それはちょっとあの、切れるぐらい怒るで。うん。これや。ね。なんとかあの、うん、自分を律して。本当で。うん。いや、そらそうよ。じゃあお騒がせしました。ありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございます。忘れ物ない？はい、大丈夫。はいよ、ありがとうね。お気に。いつもすいません。すいません。ありがとうございます。大きにがうざいわ。あ、でも関西の人は大きにとか、まあ入ってくるときはいけまっかとか言うよ。うん。そのさ、手元見せてみろよとかさ、なんで俺に指示すんの？聞かないよ、俺は言うことは。言うこと聞かない人に何をさせたいのかがよくわかんない。さあ、カウンターマン佐野になるぞ。よいしょ。盛り上がんねえな。なんかちょっかい出したんじゃない？俺に。まあなかなか乗らないおじさんだから。
ちゃうんじゃないか。俺はもうそう思ってるよ。カバー君大変なのかな。だって自分の店が忙しかったら佐野のとこなんかちょっかい出そうなんて発想がまずないよね。うん、そういうことです。食わないよ。来るなんてクソほどつまらんよ。何個入れるかな。ちょっと待ってね、うん、人の家なら僕は、いやー、どうかね。いろんな人いるから。